札幌ドームです。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズ、このゲームの模様をお送りいたします。ファイターズの先発はルーキーの河野、対するライオンズの先発は右のニール、以上の両先発。さあ、間もなく試合開始となります。左の河野、マウンドに上がります。ライオンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。まずは1回の表、先頭バッターは鈴木、背番号46。第3球を投げました。空振り三振、河野3球です。0対0で迎える2回です。ノーアウトランナー1塁という場面で外崎、第9、初球を打った、内野ゴロ、ビアヌエバボールを取る、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、ツーアウトランナー二塁という場面で栗山、背番号1。第6球を投げた、打ちました、センター右へのフライですが掴んで、これで3アウトになります。河野、ツーアウト二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナー1塁という場面で鈴木、変化球、空振り三振、高めの変化球でスイングアウトを取りました。第9、初球から打って取って、これで3アウトチェンジ。ライオンズファーストランナー残塁。3回の表が終わって0対0です。0対0で迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で八千、第9、見送ってストライク、まずは見送りました。1球目ストライクから投げた、2球目ストライク、バッター追い込まれました。投球は3球目、投げた、打った、ボールはライナーで右中間へ、これはヒットになります。バッターランナー1塁蹴って、2塁も狙う、ヤチ、いいバッティングを見せました。ファイターズ先、ファイターズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面でヤチ、変化球見送ってストライク。第2球投げた、打った、引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、アウトコース、ボール。第4球を投げました、打ちました、いい当たり、クリーンヒット、二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む、ファイターズ1点入りました。ヤッチタイムリーツーベース、ファイターズなおもチャンスが続きます。ファイターズリードで迎える6回です。今日2本のヒットを放っているヤッチ、投げました、ツーシーム見送ってストライク。第2球ツーシームはボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、打った、セカンド左への打球、セカンドから一塁送球、アウト、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして4対1、ファイターズ無得点で終了です。ファイターズここはなんとかしのきたい。ワンアウト満塁という場面で森、今日はここまで3打数ノーヒット、打ちました、三塁ランナーホームに帰ってくる、二塁フォースアウト、アウト、ゲッツー、スリーアウトチェンジ。今日2回目の併殺でこの回を終えました。7回の表が終わって4対1です。ライオンズ何としても得点を挙げたい9回です。ツーアウトランナーなしという場面で岡田、打ったに当たりだ、ボールはライナーで右中間へ、ヒット、ボールが転がる、岡田二塁も狙う、岡田ツーベース。バッターは2番源田、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。さあ5球目、インコース引っ張った、一塁線ライナー破った、二塁ランナーそのままホームへ向かった、ライオンズ1点返しました。源田タイムリーツーベースヒット、ファイターズなおもピンチが続きます。第4球は打ちました、ショートこれは守備範囲内、アウト、ゲームセット、ファイターズ1点差で逃げ切りました。
本日の勝利投手は川野、西武、秋吉、敗戦投手、ニールでした。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。